隙間でシネマということでございまして、はい、今日は隙間でシネマ好き勝手に映画についてお話しさせていただきます。はい、お願いします。はい、ということで、今日は私でございます。どうぞ。まあ今日はねちょっと話したいのは Z 級映画出た Z。 え、でもあこさんずっと Z 級ちょっと待って待って待って確かに今の仕切り直し感だと普段は A 級というかね、その、うん、そう普通のですけどみたいな振りっぽかったけど、いや今日は特に Z な、怖いよー。今日は特に Z なね映画をちょっとつい、ね、お話しさせてもらいたいんですけど、怖い怖い。まあその映画ずっとなんか評判は聞いてて、はい、その見たかったけどもうなくて、うん、もう買っちゃって買ったんだ。で、それがあのロボットモンスターというもうタイトルからしてやばいでしょ。どっちかにしてほしい。そうね、言って失礼だけどバカみたいな、ね、これ結構もうだいぶ前の映画でございまして、映画の話から演出で、うん、まあ、まあ最後まで、うん、とにかくなんじゃこりゃって言いたくなる、うん、もうある意味カルト作ですね。ちょっと先に確認なんだけど、これ星一応聞いてもいいの？5つ中。あ、5つ中ですか。うん、マイナス5ですか。マイナス5。難しい。散々 Z でもね、5とか 4.5 なのに。いや、ある意味、うん、まあ、こういうの好きだからね、うん、ある意味もうマイナス5というかね、うん、いい意味で。他人におすすめする感じではない。あ、もう絶対できないかもね。じゃあなんでここで話すの？いや、こういう映画は。フリースタイルだから。フリースタイルだから。すいません。話自体どんなやつかっていうと、はい、まあ、ある家族が、まあ、ピクニックに来てんだよ。うん、まあ、まあ、このピクニックももうおかしいの。うん、と思って。めちゃめちゃ岩場なの。草原のイメージあるね。あるあるめっちゃゴツゴツした岩があるの。で、近くに洞窟があるの。うん、そこに男の子がバーって洞窟行ったら、なんとですね、体がゴリラで、頭がね、ヘルメットかぶったやつが出てくるの。面白い早いよ。これから面白くない？これからこれからここまでは俺は好き。あ、好き、うん、すごい。でびっくりじゃん。あ、いいなと思って、うん、こうやってしたら、うん、急に雷がバーンってなるの。そしたらその次のシーンがなぜか恐竜同士が戦うの。訂正します。あんまりです。あんまりです、すいません。男の子がその雷でちょっと倒れちゃったので、目覚めたら、うん、あ、宇宙人がいる。あ、隠れなきゃ。宇宙人？あ、ごめんなさい、説明し忘れてました。あのゴリラ実は宇宙人なんですよ。あ、なるほど。実は。実はっていうか、それは。実は宇宙人。なんでわかるの、それは、うん。宇宙人だっていうの。あ、まあその後に出てくるんだけど、そのゴリラの宇宙人が、めちゃめちゃでかいテレビで通信するの、更新。地球侵略を狙う、はいはい、宇宙人。まあ、コーマンって呼ばれてるね。ロジャー・コーマンから取ってきてるのかな。あ、可能性あるぞ、今思うと。ビッグ映画の帝王、まあ、そう、コーマンっていう名前の宇宙人で、うんうん、まあその宇宙ラムちゃんうんこ食ったみたいな顔してずっとラムちゃん今めちゃめちゃ面白い話してるけど大丈夫？え、話してた？いや記憶消さないで。通ってない耳に。ピクニックに来た家族は生き残りで、宇宙人の魔の手から逃れる。果たして地球は、滅亡せずにいられるのかという。え、恐竜はどこ行ったの？そう、言わせてくれ。もうね、恐竜シーン全く意味ないの。もう、っていうか、この映画ちょっと聞いて分かったかもしれないけど、もう死に滅裂なの。あと、ロボットはどこなの？あ、だから、これまずね、まあ、順番にこう言っていくと、まあじゃあそのロボットね、監督が最初思い描いてたデザインがあったらしいの、宇宙人。うん、でもそれがちょっと実現しなくて、予算的に。ってことで、知り合いに、あの、ゴリラスーツと、あの、潜水帽借りて、要は即席で作ったような。なるほど。なるほど。そうそう。だから、もう見たことないやつ、ある意味出来上がって。うん、さっき恐竜シーンも、他の映画から使ってんの。引用なんだ。引用してる。ダメじゃないの？まあ、許可取りとかちょっと詳細わかんないけど、他の映画で使われたやつ、まず使ってんだよ。へぇー。で、宇宙光線、から、あの、隠れてるの、人類は。生き残ってるわけね。うん、その自分たちが作ったバリアで隠れてんだけど、うん、まあ、なぜかその宇宙人と交信できんだよ。バカだな。自分たちが作ったバリアで。バリアで、やって。もう小学生じゃん。最高だ、ね。バリアーバリアそのノリだね。結局その雷で人類が死んじゃったってこと。その雷も全く意味ない。宇宙人と話す機会があったの。うん、だから、あ、お前らは今隠れてるから、俺はいつか見つけてやるって言って、ほうほう、そしたらその人間の生き残るの家族が、そんなことできるかな、家族を紹介しようって家族紹介しようって。
これと思って、どういうこと、で これが俺の奥さんだみたいで、これが娘だって、でこれがその娘の彼氏だみたいな、ガーって言ったら、その宇宙人が戻せって言って娘に戻るの。したらあの宇宙人殺しちゃうのよ。何これと思って、もうわけわからん。まあ本当にもういっぱいあるそういうのが。意味わかんないよ。そう、積み重ねなんだ、うん、そう、演出ストーリーもう全てが Z、 デザイン含め、うん、ということで私のあんこ隙間でシネマでした。